さあシリーズ戦の2日目後半戦のカード第9レースを迎えていまして、1、2、3、4、6あとは5号艇と出揃ってまいりました。さあ今日はいい天気で時折緩やかな風、現在は目立った風はなく穏やかな競争水面で1、2、3、4、6と並んで少し離れまして5号艇の木下、どうやら並びがここは1、2、3、4、6号の並びとなりそう。1分前、さあ端マーク横で1号艇の坪井康晴が人気の中心です。今日前半戦4着、さあここは気合の陰線からのシリーズ初勝利なるかです。2号艇土屋智則、今日前半戦では見事な陰速攻の活躍、初勝利がありました。3号艇で須藤博道、今日前半戦は6コース連絡の3着、そして4号艇の前田翔太引っ張る形、今日前半戦5着でここは角から活躍なるか。6号艇の瓜生正義、ここは初日の雪辱戦、そして5号艇の木下翔太、今日の1回走りさらに上積みの活躍なるか。6コースからとなって1、2、3の4、6、5の3対3、進入体系固まってまいりました。今12秒進の回転となっていまして、後半戦第9レース、さあ前提が進入してまいります。1番、2番、3番、4番、6番、5番の3対3、スタート3秒前、1秒前、今スタートしていきました。さあ好スタートは1コースからの1号艇、2号艇、3号艇、あと4号艇、この辺りまでがいいスタート。逃げる1号艇の坪井、まくっていった2号艇の土屋、刺して3号艇の須藤、あとは4番、5番、6番です。先頭には1号艇で陰線からの坪井康晴、初勝利へと向かっています。1点進から2点進で2号艇の土屋、わずかに3号艇の須藤、現在上位がスロー勢の1、2、3と内訳算定、あとは4、6、5、なおスタートは正常でした。ランタンマーク先頭で1号艇の坪井、2番手は3号艇が回って懐を差し返して2号艇をつけてくる4号艇、あと6号艇ですが、先頭1号艇、2番手はわずかに2号艇の土屋、3番手も3号艇の1、2、3と内訳算定。2周目、先頭には1号艇の坪井康晴、人気の中心がここはイン逃げ成功。現在の2番手、2号艇の土屋智則、3番手に3号艇の須藤博道、2周目のタッチタンマークを回ります。先頭1号艇、2番手は2号艇、3番手もここは3号艇で上位変わらず1、2、3ですが、さあ2号艇、3号艇直線コースを下がちに待った2号艇の懐が3号艇の須藤、さあ2号艇と3号艇一定進から反定進、さあ並んでまいりまして、ここで2番手争いになっています。さあ1番人気になるのか、2番人気になるのか。ランタンマークでは3号艇の須藤がコーナーを下げ寄り、さあ仕返して2号艇の土屋ですが、ここで3号艇の須藤逆転の2番手、上位が1号艇、3号艇、2号艇に変わって最終周回へと入ります。ラスト1周となっていまして、先頭には1号艇の坪井康晴、人気の中心、現在2番手は入れ替わって逆転の3号艇の須藤で1番人気から2番人気、3番手には2号艇の土屋で最後のバックセットが入っていますが、上位が1号艇、3号艇、2号艇でここで内訳算定1、3、2でばらけてまいりました。あとは4号艇、6号艇、5号艇の順になっています。オッズ2連単は 3.4倍、3連単ですがここは 16.4倍となっています。最終ターンマークは1、3の組み合わせで2連単が1番人気になっていまして、さあ3番手は2号艇の上位が1、3、2人気サイド決着です。先頭1番ゴーリン、3番ゴーリン、2番4番ゴーリン、6番ゴーリン、最後尾に5番がゴーリン。